ジェーン・ウィードリンジェーン・ウィードリンはアメリカ合衆国のミュージシャン、シンガー・ソングライター、女優である。ニューウェーブのバンド、ゴーゴーズのリズムギターとバックボーカル担当として知られている。また、ソロでミュージカルでも活動している。ジェーン・ウィードリンはアメリカ合衆国ウィスコンシン州、ウォキ将軍オこのモーク出身。リズムギターとバックボーカル担当として、ベリンダ・カーライルと共に、 女性だけのロックグループで史上初の全米1位を獲得したバンドとして有名なゴーゴーズを結成しデビューした。ジェーンはいち早く脱退しアルバムブルーキスでソロデビューを果たすが評論家からは酷評されセールスも惨憺たるものであった。ゴーゴーズは1985年に解散。ベリンダがソロデビューするとマッドアワーというのヒットを放ち一足早く。 スターになった。1988年に2枚目のアルバム、ファーを発表。よりポップなサウンドとなり、シングルカットした、ラッシュアワーは、全米シングルチャートで9位を記録するヒットとなり、全英12と彼女にとって、初のソロヒットをもたらした。なお、ラッシュアワーは、日本では、当時島津製作所のテレビ CM でもオンエアされ、彼女自身も、この CM に出演している。 現在は、時々行われる55図のコンサート以外に、女優や声優としても活躍している。ありがとうございます。